19年一次ベーシック講座財務会計第1回の講義を始めます。レック専任講師中小企業診断士の大谷です。よろしくお願いいたします。では第1ユニットガイダンス、財務会計の全体像、それから科目の特性などを学習していきます。まあ、資格の意義といいますかね、中小企業診断士というものを目指して財務会計の学習を始めた方、たちかと思われます。この中小企業診断士という資格は経済産業省が管轄している国家資格になります。経営コンサルタントというものを目指す方たちが取る資格というふうにね、認識されているかと思います。科目の制度としては、まず一次試験がマークシートで7科目ですね。こちら左側の方に書いてある、経済学、経営政策、それから経営法務、中小企業経営政策と、それから真ん中のところですね、これが主要科目と言われている、主要3科目と言われているものを書いてあるところで、企業経営理論、財務会計、運営管理というところで、企業の中のことを考える経営者の人たちが身近に、緊急といいますかね、本当に考えていかなきゃいけない重要な部分、それを取り上げている部分になります。でこの下支えになるものが経営情報システムですね。この7科目から一次試験は成り立っています。でおおむね8月の頭ですね、毎年8月の頭に2日間という日程を使って、実施される試験ですね。でこの一次試験に合格したら、その後二次試験という記述式のものが待ち受けています。主に4つの領域ですね、組織人事、マーケ流通、それから生産技術、財務会計という4つの科目、これは10月の終わり頃と、で合格率はおおむね 20% というふうに言われています。で財務会計という会計科目ですけれども、この二次試験のね、4番目に書かれているこの財務会計というところと、1対1でね対応する、唯一の科目というふうに言われています。で一次試験ね、非常に7科目というところで、広い領域を学習するしていくんですけれども、中小企業の経営者をイメージしていただくとね、そんなに、人員も潤沢に多くいるわけではなく、非常に多くの役割を一人でこなしているというケースさんが非常に多いんですね。ですので中小企業の経営者の方の相談相手、相談者としてね、一通り、全て会社の中のこと、会社の外のことですね、そういったものを一通り知っておく必要があるんですね。でもちろん相談内容によっては専門家とつなぐという役割も中小企業診断士にありますので、どういう領域のどういう悩み、それを抱えているのか、そういったことを、ね、把握するためにも、この広い7科目という一次試験をまず突破していくということになります。で財務会計ですね、この中でも、企業の活動を数字で見るというふうなね、そういう視点を持った科目になってきますけれども、先ほども申し上げた通り二次に直結していますし、数字の観点で見ていくというところでね、非常に学習に、を丁寧にやっていく丁寧に学習していて二次にもつながるような、そういった応用力をつけていくというような学習をしていっていただきたいというところですね。では学習すると言いましてもね、合格する状態、とりあえずと言いますか一次試験に合格するということところはね、まず最初の目標かと思いますので、じゃあどういう状態であれば、合格するのかといったところをねちょっと表にまとめています。まず合格する状態というところでね、どういう能力、どういう知識、どういう力が必要かというところで、まず大きくね、知識力と、それから回答力というふうに2つに分けています。まず知ってるかどうかというところが上のところですね。で、回答力というのは、知っている知識を正しく使うことができるのか、限られた時間の中でね、といったところの2つの能力というところを書いてあります。で、知識力としてね、一次試験のマークシート、1科目100点満点というところで構成されています。で合格する点数というのが、60点で合格というふうに、なっておりますので、
まあ、100% の知識がなくても 60% の知識であれば、まあ、合格に達するレベルであるというふうに、ね、判断ができるわけなんですけれども、じゃあこの60%の知識が必要かというとね、まあ、決してそういうわけでもないというところがあります。まあ、一次試験ね、マークシートですから、主に、まあ、概ね、4択から選ぶというところで、試験やっていくんですけれども、その中でね、試験問題、大きくこの3つに分かれるというふうにね、思われます。まずは一番左ね、歯が立たない問題。まあ、問題読んだけれども何のことを言っているのかわからないというね、こんなところを学習したのかしらというふうな、そういう問題もまああるでしょうと。で、歯が立たない問題ですね。それから真ん中のところが2択に絞れる問題。まあ、確かに学習したなと、なんとなく覚えていると。ただ準備されている4つの選択肢ね、これのところでどうしてもあやふやな部分があって、100% 正解というところにちょっと自信がないと、そういうような問題になってきます。で、最後ね、一番左側に書いてあるのが、分かる問題というところで、確実にね、これは絶対に正解だと自分がね、信じてマークして帰ってこれるという問題ですね。まあ、仮定としてこういう問題ね、まあ、財務会計ではね、もうほぼ25問で推移してますけれども、この25問の割合、歯が立たない問題が3分の1だったと、2択が3分の1、分かる問題が3分の1であったというところで、まあ、マークシートでやるのでね、何かしらの回答をマークして返ってくるというところが前提ですけれども、その得点確率ですよね、もう確率論で、全く歯が立たない問題であったとしても4択ですから、正解する確率は4分の1と。で、2択まで絞れたわけですからね、そこから正解であるのは2分の1、まあ、50%。で、分かる問題は 100% 得点できるということで、この確率でね、かけて合計すると、まあ、概ね60点になるわけなんですね。ですから 100% 全ての知識を知っておかなければいけないというね、ちょっとそんな追い込まれた状況ではなくて、全体をバランスよく知っていて、こういうようなね、バランスで、目標値にして学習していくというところでね、ちょっとリラックスして学習に挑んでほしいなというところですね。で、その次ね、回答力、知っている知識を使えますかといったところなんですけれども、これは学習していく過程で、まあ、アウトプットというふうに呼ばれているもので、まあ、模試であるとか答案練習、答練と言われているものですね。限られた時間の中で初めて見る問題に接すると、その中でね、より得点力を上げていくためには、60本をどういうふうに使うのか、特に財務会計はね、計算問題があります。計算問題がありますので、そういったところでね、わからないような難しい問題に手をつけることなく、60分の限られた中でね、どういう優先順位をつけて回答していくのかと、こういったアウトプット力、まあ、現場対応力でですね、こういったものも、並行してね、身につけていっていただきたいというところですね。では、それをどういうふうに学習していきましょうかというところで、まあ、学習の方法ですね、まあ、初期学習、定着学習、仕上げ学習というふうに、3つのプロセス書いてありますけれども、この左側の2つはですね、インプットですね、知識をつけていく、知識力を上げていくという過程になっています。で、この3つのね、この3つ目、仕上げ学習、これがアウトプットというところでね、まあ、答案練習、公開模試と書いてありますけれども、そういうところでね、ここで培ったインプット、知識を使えるかといったところを確認していくと、まあ、大きくはね、この3つのプロセスに、分かれていくと思います。まず最初ですね、最初は皆さん初期学習から始まります。で、一次対策、どういった対策で学習方法をおすすめかというと、まずは今回のようなベーシック講座というところで、そこの論点ですね、テーマ、まあ、目次と言ってもいいんですけれども、そこで全体像を捉えると、どういった領域のことを、どういうふうな視点で見て、考えていくのかと。で、本講義はですね、ここの初期学習のところに当たっていくかと思います。で、簡潔に要点ですね、要点を捉えて基本知識を学習すると。で、初期学習でね、なかなか暗記科目というふうに捉えてしまうと、ここのところから次のところにね、定着学習の方に進めなかったりするんですけれども、まずはベーシック講座で全体像を捉えて、
イメージといいますかね、頭の中で骨子ができたら、すぐにですね、この定着学習の方に進んでいただきたいと思います。定着学習、まあ、チョコ弁と書いてありますけれども、ね、定着学習での、おすすめの学習方法は、まあ、過去問を読むというところですね。過去問というもの、まあ、中小企業診断士の、ね、試験かなり長いことやっておりますので、すごいたくさんあるかと思います。で、過去問を読むと、これ過去問を読むというところでね、解き始めてしまう方は非常に多いんですけれども、これは最初はね、まず読んでいただきたいと思います。読むことがどういう学習にとってどういうプラスになるのかといったところがね、なかなかこうイメージできないかなとも思われますが、読むことによって何を覚えることができるか、そうという点ですと論点を捉えることができるんですね。全体像というのの中でどういう論点を聞かれるのか、それから問われ方どういうふうに聞かれるのか、選択肢どういうものを準備しているのか、それを知ることによってですね、どういうところを覚えればいいのかなといったところが見えてくるんですね。で、その見えてきた段階で、ここ矢印がね、左側に向かってますけれども、あ、ここちょっとよく分かってなかったなとか、あ、ここもう一回読みたいなと思ったところに絞って、もう一回ね、初期学習の教材を利用して、復習をしていくと。で、ここの初期学習と定着学習をこうくる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 ね、回していくというところが非常に重要になってくると思います。まあ、勉強と、ね、いう言葉、まあ、学習という言葉ね、まあ、あんまり、ね、好きではない方いらっしゃるかもしれませんけれども、繰り返して覚えていって、忘れて覚えるというところを、ね、繰り返さないとどうしても定着にはいきませんので、ここは、なるべく早いタイミングで行ったり来たりしながら、ね、知識力を上げていっていただきたいというところですね。で、まあ、仕上げ学習、大体学習時間の割合としてはインプットの方がもう8割から9割、最後の仕上げ学習はまあ1割から2割程度の学習時間の割合になってくるかと思います。ここの仕上げでですね、初期学習と定着学習でやった内容を本当に使えるかなといったところを確認して、自分ができなかったところですね、特に論点が分かったのかと、で、回答順は判断できたか、これ回答順っていうのは問題の順番ではなくて、自分が知っていることを得点源となりそうなところから時間配分できたのかとかね、そういったところをまず顧みると、60分アウトプット挑んだ後で、顧みた後は、じゃあちょっと定着学習が足らなかったなと思えば定着に戻ればいいし、これが全体像というのが捉えられてなかったのではないかといったと場合には場合にはですね、この初期学習の教材にまで戻ってもう一回復習をしていただければと思います。財務会計はね、非常にちょっと学習に時間のかかる科目というふうにも言われています。計算問題もありますので、手を動かして、実際に自分でね、計算してみるということも必要になりますので、なるべく早いタイミングで始めて、少しの時間でも構わないのでね、続けて、学習するということが大事になってきます。これチョコ弁と言いますからね、通勤の間の電車の中でね、ちょっと過去問を眺めるといっただけでも、随分違ってきますのでね、そういった工夫をしながら学習を進めていっていただきたいと。では、財務会計ね、出題範囲、実際どういうことが出題されるのかという、ね、内容のところなんですけれども、これはですね、診断協会が出している、一次試験の申し込みですね、大体ゴールデンウィーク頃に毎年出されるんですけれども、その中にあります、財務会計の出題範囲というふうに記載されているものを表にまとめたものです。で、これおおむねね、ほぼほぼ毎年変わらず、大体この領域というところで、今回、今回の学習の中で使っていくフォーカステキストもね、これをベースに構成されています。で、財務会計の出題の特徴のね、大きな特徴の一つに、出題はまんべんなく、されるというのがあります。まあ、科目によってはね、出題範囲というのが決まっていても、非常にね、出題実績にこう差がある科目とかあるんですけれども、財務会計はこの内容が一通りね、結構ばらけて、バランスよく出題されるというね、非常に珍しい科目でもあるので、こういった領域もね、意識しながら学習をしていっていただきたいというところですね。
でバランスのいい科目というふうにお話ししましたけれども、これもう一つ意味合いがあります。財務会計、計算問題というふうにね、思われている方多いんですけれども、これ計算問題だけではなくて知識問題もやはり 50% ずつ、知識とか計算もね半々で出題されるという、そういったね出題の傾向があります。で次のページですね、こちらは、今見ていた表をですね、イメージ図、イメージ全体像というふうに呼んでいますけれども、財務会計の全体像としてね、記載しているページになります。まず何はともあれね、財務会計というところで財務諸表、この貸借対照表と損益計算書、キャッシュフロー計算書ね、まあ聞いたことあるかもしれません。そういった財務会計という科目の中で非常に重要な財務諸表というものがまず中心に据えられている、どういうものをどういうふうに記載していくのかといったところをね、見るというところをまずしっかり知っておく必要があるということで、これを中心に学習は進められていきます。でこの財務諸表をですね、まず作るという領域ですね、これ会計処理というふうに書かれていますけれども、日々の活動、会社の財務会計というのは会社の活動をですね、お金という視点で見ていくというね、そういう科目ですので、ここではですね、日々の活動をどういうふうに記録していくのかと、ここにはですね、法律に決められて、それを正確に処理していくというような、そういうところが求められる領域になってきます。ではこの財務諸表ね、作りました、作ったところでそれをどうするのかといったところで、この右側のね管理会計というところは経営者がこの財務諸表をどういうふうに見るのか、会社のね、将来のことを考えるにあたって、会社の現状を知るにあたって、この財務諸表をどう活用していくのかといったところを考える、知るというね、管理会計という領域があります。これは活用という話になってきますね。でもう一つ活用というところで下に控えているのがこのファイナンスというね、そういう領域になってきます。この上の部分が会社の中の人たちというものを想定しているんですけれども、ここの下のファイナンスはですね、会社の外の人を想定しています。会社の中で実際にどういう活動を行っているのかといったところをわからない人たちがね、この財務諸表だけを見て、その会社のことを判断する。で外の人と、まあ一言に言ってもどういう人をイメージすればいいのかというと、まあ一番イメージしやすいのはね、株を買ってくれる人、まあ出資をしてくれる人とかね、あとは銀行で、その会社に対してお金を貸してくれる人とかね、そういう方たちをイメージすればいいかなと思います。でこの上の部分ね、大きくアカウンティング、下の方がファイナンスというところで財務会計というね、2つの領域が合わさった科目の名前になっているんですけれども、バランスのいい領域ですと、出題バランスの非常にいい領域ですというふうにお話しさせていただいていますが、このアカウンティングとファイナンスという軸で見てもですね、だいたい出題は 50% ぐらいになっている、12問13問とかってね、そういう形でこちらもバランスよく出題されてますので、全部の領域をね、一通り押さえて、そこから自分が覚えきれなかったところ、ちょっと取りこぼしてしまったところを復習していくといったところをね、丁寧に学習していくということが必要になってきます。ではですね、ここまでが、第1ユニットガイダンスの内容になります。お疲れ様でした。